豊島園自動車学校、北豊島園、そんなのがあるんですか。なんだかすごく混雑してるけれども、特に理由はなかったみたいね。そして千川通りをずっと、練馬方面に向かっております。で、この辺はね、練馬区シェアサイクルの範囲外なんだよね。かわいそうになぜか対象から漏れている。で、その辺の話を、この練馬区の土木課かな、そこは自転車関係を扱ってるんで、ちょっと一度話は聞きたいですね。まあ、連載を始めたこともあり、シェアサイクル関連で、インタビューできたらいいかな。ここらで曲がっていくかな。ちょっ、そこは何だっけ、ここも目白通りですかね、ひょっとして。サイクルベース朝日、この辺から、川沿いに行ってたんです。ダウンヒル、自転車走行動画を上げてる方でダウンヒル系の方がいて、ところどころ前輪を起こすような動作があって、かっこいい。
ダウンヒル。電動アシストがないと坂道発進が辛いですね。やはら合算区の斜めに入った方が良かったかな。
風がないし、止まってると暑い。皆さん水分補給に気をつけてください。帰ったら練馬サイダーを飲もう。覚えた。ここはまっすぐ行けないかな。なので、一旦こっちに迂回した後で右に曲がります。そして富士街道にぶち当たるように。富士街道戻ってまいりました。他社から離れておくこと。暑いので ゴール達成。
構有名な能登屋。安売り。